皆さんこんにちはだぜ。おい霊夢、もう始まってるぜ。私のヘルメットをどこに隠したの？え？私のヘルメットはどこ？ああ、あの臭いヘルメットのことか。臭くないってば。霊夢が寝てる間に脱がせて今洗ってるぜ。あれ、四六時中日かぶってるせいで離れてても匂うんだよ。あのさ、もうちょっと丁寧に扱ってよ。期待には応えられないぜ。期待して言ってないし。さて、前回までは国際宇宙ステーションの廃棄についてと新しい民間の宇宙ステーション計画について解説したけど、今回はまだ解説してない民間宇宙ステーションについて解説していくわ。確か全部で3つが選定されたんだよな。そうね、前回に1つを紹介したから残り2つね。民間企業が宇宙ステーションを作って運営するなんてすごい時代が来たもんだ。それじゃ2つ目のステーション計画はこちら、ブルーオリジン社主導のオービタルリーフね。おお、こっちはデカそうだな。居住容積は国際宇宙ステーションに迫る830立方メートルで、最大定員は10人。最終選定を2020年代後半から建設を開始して2030年から稼働を開始する予定で、前回紹介したスターラボと同じく必要に応じてモジュールを追加できる拡張性を持ってるわ。やっぱり広い方がいいよな。オービタルリーフが目指すコンセプトは複合ビジネスパークで、完成初期はコアモジュールや居住モジュール、科学研究用のモジュールなどといった最低限の施設しかないけど、研究や実験、宇宙探査、スタジオ撮影、宿泊施設など需要に応じてモジュールをどんどん追加できるから、利用する側はその場所を借りたり所有したりできるわ。ビルのテナントみたいな感じか。そうね、時間貸しもやるみたいだから、利用する側は費用を安く抑えられるかもしれないね。それはいいことだな。このオービタルリーフ計画にはブルーオリジンの他に4つの企業と14以上の大学が参画しててね。ブルーオリジンは通販大手のアマゾンを設立したうちの一人のジェフ・ベゾスが2000年に設立した会社で、ニューシェパードという小型のロケットを開発して弾道飛行での宇宙旅行を2021年に初めて行ったわ。へえ、宇宙旅行の会社なんだな。他にニューグレンという大型ロケットを開発中で、ブルーオリジンはこのニューグレンで必要な建設資材を打ち上げるし、他にコアモジュールなどの設計開発も担当するわ。なるほどな。そのオービタルリーフの保守メンテ運用指揮を担当するのはボーイングで、他に開発中の有人宇宙船スターライナーで人の送り迎えも担当するわ。この宇宙船は何人乗りなんだ？最大定員は7人よ。スターライナーにはステーションを加速させて高度を引き上げるリブースト機能が備わっているから、オービタルリーフでも同様のことが行われるかもね。ということは国際宇宙ステーションの加速もこれでできるのか？できるわ。とは言ってもドッキングポートの違いでロシア側には接続できないから、ステーションを180度回転させてから加速させる計画になっているわ。そんなことして大丈夫なのか？大丈夫よ。国際宇宙ステーションは日本の実験棟希望やヨーロッパのコロンバスを先頭に進んでるけど、必要とあらばいろんな姿勢に変えることができるわ。例えばクルーの肝を冷やした暴れん坊のナウカがドッキングするときは上を向く姿勢になったし、シグナス補給船でステーションの加速テストをする際に下を向く姿勢になってたわ。へえ、いろいろできるんだな。じゃあなんでいつもはこういう姿勢なのかって思わない？別に思わないぜ。これってね、この姿勢にすると発電パネル前面に太陽光が当たるから発電能力をフルに使えるし、この姿勢を基本として観測機器をいろいろ取り付けているから通常はこの姿勢なんだよね。ちなみにこういう基本姿勢を LVLH と言ってね、日本語にすると局所垂直局所水平って言うわ。スターライナーで加速をさせるときは LVLH 姿勢から180度反転させるから、ここで発電は大丈夫なのかと思うかもだけど、パネルは太陽を追尾するようになっているから特に問題ないわ。わかったわかった、早く本題に戻ってくれ。え、本題から外れてた？新型の民間宇宙ステーションの話なのに国際宇宙ステーションの話になってるぜ。あらやだ、気づかなかったわ。ヘルメットのせいかと思ってたけど関係ないんだな。さて、有人打ち上げはボーイングのスターライナーだけど、貨物の運搬とかはドリームチェイサーが担当することになってて、この機体はシエラスペースの親会社シエラネバダコーポレーションが開発した機体で、どことなくスペースシャトルに似てると思わない？翼があるし色なんかもよく似てるよな。似ている原因はスペースシャトルの元となったノースロップ M2F2 や X20 ダイナソア、
そしてスペースシャトルから派生した小型デレンカ版の HL20 パーソナルローンチシステムを参考にしているわ。スペースシャトルのレンカ版とか開発してたんだな。そうね、スペースシャトルは人と貨物を運んだり、衛星の軌道投入や回収、船外活動の拠点、軌道上実験など、大きな貨物室を活用した他に例がないオールマイティな機体として活躍したけど、そのせいで打ち上げ費用が高額になってしまってたから。当時アメリカが計画していた宇宙ステーション計画で活用するには無駄が多いということで、スペースシャトルを保管する目的で有人輸送だけを担う機体を開発していたわ。へえ、貨物とかは運ばず有人輸送だけに的を絞ったのか。アイディアはスペースシャトルが登場した直後からあったんだけど、開発が始まるきっかけとなったのは1986年に発生したチャレンジャー号の事故で、スペースシャトルが事故を起こした場合、代わりとなる有人打ち上げ手段がないことと、スペースシャトルの打ち上げコストが高額なこと、宇宙ステーションに滞在するアメリカの宇宙飛行士をスペースシャトルで輸送した場合、スペースシャトルは宇宙に長く滞在できないからクルーを置いたまま帰還するのね。その場合、緊急帰還の手段がないから長く経由できる機体が必要だったし、ロケットは有人打ち上げ用に改良したタイタン3を使うから、打ち上げ失敗の時は宇宙船を切り離して自力で帰還できる安全設計になってたし、小型軽量だから空港で滑走路があればどこでも着陸できるし、スペースシャトルの反省を生かして整備性を改善した結果、打ち上げにかかる手間や日数は10分の1程度まで抑えられる予定だったわ。めちゃくちゃ良さそうだけど見たことないな。途中で開発中止になったからね。なんでだ？宇宙ステーション計画にロシアが参加することになって、国際宇宙ステーション計画になったから、緊急帰還時の宇宙船はロシアのソユーズが担うことになって、開発の目的を失ったからよ。せっかく良さそうな計画なのにもったいないな。スペースシャトルはいろいろと大活躍したけど、作っとけばコロンビア号の事故で有人打ち上げ手段をしばらく失い、ソユーズに頼らないといけない事態にはならなかったかもしれないし、クルー交代ミッションのコストを下げることもできたかもしれないね。まあアメリカはそれで学んで、貨物打ち上げ手段をカーゴドラゴンとシグナス補給船の2つを用意したし、有人打ち上げはクルードラゴンとスターライナーの2つを用意したわけだけどね。まあスターライナーは現時点でまだ開発中だけど、片方がダメになってもってやつか。さて話を戻して、ドリームチェイサーが開発されるきっかけとなったのは NASA が行った商用乗員輸送開発プログラムでね、これはスペースシャトルの引退で国際宇宙ステーションへの有人輸送手段を失うから、その代わりの手段を民間企業から公募して委託するもので、このプログラムでスペース X のクルードラゴンとボーイングのスターライナーが選ばれたんだけど、最終選定から漏れてしまったのがドリームチェイサーでね、技術的に解決しないといけない点が他より多くて、完成までに時間がかかる可能性が高かったから漏れてしまったわ。へえ、ということはそこで漏れても開発を続けていたのか。そうね、でも有人宇宙船としてではなく貨物専用機として開発を続けていたわ。それでオービタルリーフの貨物運搬機として使うのか。ドリームチェイサーは合計 5.5 トンの貨物を運び、 1.75 トンの貨物を持ち帰ることができるんだけど、有翼宇宙船だから加速度を小さくできて、衝撃に弱い物体も安全に持ち帰ることができるし、海や陸にパラシュートで帰ってくるものじゃなく空港の滑走路に着陸するから、着水着陸の際の衝撃も小さくできるし、軌道調整や推進エンジンには猛毒のヒドラジンを使わずエタノールやプロパンを使うから、帰還後に安全性チェックをしなくていいし、空港の滑走路に降りることで停止後すぐに貨物を取り出せるし、機体の外にシューティングスターっていうモジュールを装着してて、帰還時に切り離して大気圏で処理できるから持ち帰らないゴミを収納できるわ。選定から漏れたのが不思議なくらいいいことだらけだな。シエラスペースはドリームチェイサーの他に膨張展開式のモジュールも担当するみたいね。前もそうだったけど、膨張展開式のモジュールって流行ってるのか？必要な基礎研究が完了してるからこれからって感じね。へえ、これから多くなってくるんだな。他にレッドワイヤースペースという会社も参画してて、ステーションに設置する実験装置や観測装置、研究開発や製造に必要な装置を提供して、テナントに入る顧客の需要に応えたりと、ステーションの技術開発を担うわ。機材担当みたいなものか。最後にジェネシスエンジニアリングという会社だけど、この会社が担当してるのはちょっとユニークよ。そう言われるとちょっと気になるな。
これを見て。なんだこれは。一人乗りの宇宙船、船外活動服みたいな感じかな。宇宙船なのか、船外活動服なのか、どっちなんだよ。その間の存在ね。どういうことだ？ジェネシスエンジニアリングではシングルパーソンスペースクラフト単身の宇宙船と呼んでるけど、本当の宇宙船とは違って酸素や電力など生命維持機能が長く続かないのと推進力も限定的だから母船から遠く離れることができないわ。なるほどな。それでもメリットがあってね。ステーション船内はおよそ1気圧と地上とほとんど変わらないけど、船外活動服を1気圧にしちゃうとパンパンに膨らんで身動きができなくなるから、アメリカの船外活動服はおよそ 0.3 気圧、ロシアの方はおよそ 0.4 気圧にしていて、低い気圧でも酸素が取り込めるように純酸素で満たしているんだけど、そのまま活動服を着て気圧を下げちゃうと体内組織に溶け込んでる窒素がちっちゃな泡となって、それが毛細血管を詰まらせる原因となり減圧症を引き起こすから、船外活動の前に純酸素を吸って体内から窒素を追い出す作用をしてるんだけど、これって大体6時間から半日くらいかかるから、ちょっと外に出て仕事するかって感じではいけないのね。でも、この単身の宇宙船は酸素 20%、窒素 80% のほぼ1気圧に保たれているから、プリブリーズをする必要ないわ。本当にちっちゃな宇宙船なんだな。他に船外活動服は太陽光や体温で温度が上昇しやすくて、それをウォータージャケットっていう水が巡る下着を着て冷却してるけど、単身の宇宙船ならそんなの着なくていいし、サイズも気にしなくていいわ。それに加えて中で体を固定するから身長を気にしなくていいし、ヘルメットに当たる部分が大きいから視界も広くなるし、船外活動服はいろんな金属が体に当たっててあざができることもしばしばだけど、単身の宇宙船はそんな心配いらないわ。メリットしかないな。一応デメリットもあると思うわ。例えば？操縦はある程度自動化されてると思うけど、ステーションの周りを移動する際は必ず手動操縦になると思うから、船外活動服とは違う操縦訓練が必須だろうし、画像や資料を見る限り持っていけるツールの数は限定的な気がするわ。まあその時は船外活動服を使えばいいだけどね、もしあるならの話だけど。メリットあればデメリットありってことか。オービタルリーフには他に14以上の大学が研究などで協力しているわ。こっちはなかなか広いし面白そうで好きだな。オービタルリーフがお好き？結構。ではますます好きになりますよ。さあさあどうぞ。ノースロップグラマンのニューモデルです。快適でしょう？なあ、おっしゃらないで。初期の定員は4名、でもステーションなんて見かけだけで、無重力で要は頭が痛いわ、ろくなことがない。こっち派たっぷりありますよ。どんなに弱い人でも大丈夫。どうぞ回してみてください。いい重力でしょう？余裕の遠心力だ。技術が違いますよ。ほら。なんだよ。一番気に入ってるのはって言わないと。一番気に入ってるのは何です？値段だ。わぁ、何を。わぁ、待って、ここで動かしちゃダメですよ。待って、止まれ。うわぁ、気が済んだか。うん、それは良かったな。そんで何が言いたかったんだ？ね、選定された3つのうちの最後がノースロップグラマン主導のステーションで、参画している企業にダイネティクス社がいること、月プラットフォームゲートウェイのモジュール技術をベースにすること、回転させることで人工重力を生み出せるモジュールを用意することくらいしかわかってなくて、3つのうち一番謎が多いわ。ステーションの名前すら公表してないのか。民間企業だから義務がないからね。それに今コンペ中だし、NASA にだけ伝えておけば問題ないわ。そういうことか。選定された3つが選定されて、 NASA から総額4億ドルの資金を勝ち取り、2025年の最終選定に向けて詳細設計を進めていくわ。それはいいけど、日本とかはどうするんだ？どうするって何を？国際宇宙ステーションにある希望とかあっただろ？新しいステーションになったら日本はどうするんだ？ないなら自分で作って打ち上げたらいいじゃない。え、マジで日本のステーションができるのか？そんな時代が早く来たらいいなと宇宙キモータは思います。個人の感想かよ。次回最終回では日本の動きと国際宇宙ステーションの大気圏再突入について解説します。え、三部制で終わりだろ？世間では三度あることは四度あるって言うらしいわ。二度あることは三度あるの間違いだろ。そもそも最初はまさかの二部制とか言ってたくせにさ。宇宙開発はしばしば延期することがあるからね、しょうがないね。そんなとこまで再現してんのかよ。わーわー言うとりますがお時間です。
このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。